私が所属しているのは地球惑星システム科学という、それぞれ大気、海、あるいは固体地球といったようにそれぞれバラバラの対象でなくて、それらの相互関係、全体としてどういう関係になっているのかという、そういうことを明らかにする学問分野です。その中でサンゴ礁というのは、大気とも海とも生物とも固体地球とも関わっているという点で、まさに地球惑星システム科学にぴったりの対象だというふうに考えています。ここ石垣島白穂のサンゴ礁で私たちは過去十数年にわたって調査を行っています。サンゴ礁というのはサンゴなどの石灰化生物の骨格が積み重なって作った平坦な浅瀬です。海岸から1キロメートルぐらい先までがサンゴ礁の浅瀬で、この地形がどういう環境変化でできてきたのか、あるいは現在の環境に応じてサンゴの群集がどんなふうに分布しているのか、それが白化や人間活動の影響によってサンゴ群集がどのように変化してきているのか、そういったことをこの白穂のサンゴ礁では調べています。動物であるサンゴが石の骨格を作ってサンゴ礁という地形を作る、そういった特徴を持つことによって地球温暖化の全ての要因と非常に密接に関わっています。地球温暖化のシナリオというのは二酸化炭素濃度が上がってそれによって温暖化し海面が上昇するというそういうシナリオからなっています。二酸化炭素濃度が上昇すると海は酸性化する、それによってサンゴはこの石の骨格を作りにくくなってしまいます。続いて温暖化ですけれども、温暖化した海ではサンゴは自分の体の中の共生層植物を体外に放出して真っ白になってしまう白化という現象が起こってしまいます。共生層からエネルギーを得られなくなってしまうので死んでしまう。1997年から98年にかけて世界中のサンゴ礁で白化が起きた。でこれは高水温の異常な水温が世界中を舐め回した。生物がその自分の色を変えて私たち人間に警鐘を鳴らした、そういう現象です。ですからサンゴ礁は非常に地球温暖化に対して敏感に反応する、応答する生態系であり地形である。石垣島の白穂サンゴ礁というのはやはりその島に住む人たちの排水ですとか陸からの土砂などでやられてしまっているという、そういう2つの側面があります。ですからサンゴ礁というのはグローバルな地球温暖化のストレスとそういったローカルなストレス、2つのストレスによって現在衰退しつつある。それは石垣島だけじゃなくて沖縄県あるいは世界のどのサンゴ礁でも同じようなことが言えます。スバルというのは現在地球温暖化の海面上昇によって水没しつつある、そういうサンゴ礁干潮であるというふうに言われています。私たち調査に来ましたところ、実際現在ツバルで起こっている問題というのはグローバルな海面上昇による問題というよりはローカルな人口が集中しすぎて居住域が拡大した、あるいはその生活排水によってその干潮の島を作ってくれるはずのサンゴや遊光虫の生態系が破壊されてしまって砂の生産が減少してしまった、そういったローカルな問題だということが分かってきました。これが生きている遊光虫ですけれども、サンゴ礁の上に生息しているということが分かりました。でこの遊光虫が分裂して死にますと殻は残ってこれが島の砂を作ります。実際ツバルの国土の半分から4分の3が遊光虫の砂、まさにツバルの島では島を作る主役がこの遊光虫ということになります。それが現在生態系が人為的なストレスによってどんどん衰退してますので、そういったローカルな問題がツバルの島が本来持っていた島を作るそういう力が失われてしまって将来の海面上昇に対して非常に脆弱な島になってしまっているということが分かりました。そういった視点からツバルのことを考えますと
海面上昇で水没するから、じゃあ、護岸をすればいいんだとか、防波堤を作ればいいんだということではなくて、ツバルの島がもともと持っていた島の生態系、生物による、島を作る作用というのを、もう一度再生してやって、将来起こることが予想されている海面上昇に対しても頑強な復元力のある島を再生することが重要だというふうに考えるようになってきました。でもしツバルで、そういった、生態工学的な島の再生というのを確立することができれば、それを世界に500ある他の環礁、マジロのあるマーシャル諸島ですとか、あるいはキリバス、モルジブといったような他の環礁にも適用することができる、そういうふうに期待しています。